ちょうど1週間ぶりになりまして、ちょっと一言お願いさせていただきます。天の優しいお父様、あなたの愛と恵みに感謝いたします。生活を感じします。無事東京の出張も終わりまして、あなたのおかげで生活のことに導かれて、私は全ての実務を終えてまいりました。感謝いたします。生活を歓迎します。1週間の間に、もう手も手からですね、もう今もうヘブル、ヘブル人の手紙まで来てしまいました。で、1週間これ不思議だったんですけど、私も向こうへ行ってホテルでできるかなと思ったんですけど、で一応のそんなに厚い辞書なんか持っていけませんので、聖書とそしてこのデボーション の, 日記だけですね、で持ってきまして、で毎朝6時に、ね、神さんと一緒だったもんですからとにかく邪魔にならないようにですね、ケーティを彼女も途中で起きて、で聞いてて、お父さんそれ何、いや聖書のこういうところのこういう場所とかこういう、いう話をしましたら、非常に黙って聞いててくれてまして、で、まあ、本当に感謝をいたします。でいろんな出来事でございまして、で、もう本当に皆様方のお祈りのおかげ、そして世界中に散らばっているクリスチャンの兄弟姉妹たちのそういうその声援と、だから精霊のいわゆる臨済を確信を出してきました。そんなことで本当に感謝いたします。これも私が盛岡へ帰ってきてから、ベニヤミン中野先生のご指導と、それからこちらの教会の皆さん方の本当に愛と祝福、そして聖霊の御守りによってできたことだと本当に感謝いたします。アメン。そんなことでもうパウロは最後の最後までもう伝道旅行はもうこれで終わっていたわけですよね。で伝道旅行終わりまして、3回の伝道旅行すべてあれしてですね、もうローマへ行って、もうこれがピレモンテ、トトスのところですか、ここに来た時に一度投獄されて、で釈放されてるんですね、一回で釈放されて、でその間にですね、いろんなことがまた起きて、それでパウロはそのいわゆる、教会に当ててですね、例えばテドスの言っている言ってクレテ島、ここにもお手紙を出してるわけです。でこれは個人の手紙というふうになってますけども、そうではなくて、やっぱり教会の、全ての信者の人たちに電話、いや相変わらず迫害が続いていた。そして偽教師がですね現れてきたということが非常にあってですね、で教会の指導者たちに対しての非常な警告と、それから教え、そしていさめも含めてですね、パウロは非常に言葉は優しい言葉で、手紙を綴っているんですけども、内容を見てみると非常に厳しい、聖書の神様の本当に旧約聖書の時の神様のその怒りがどれくらい、怒られた時にどれくらいの人に対してのいわゆる教訓を与えられたのか、そういうことを考えるとですね、非常に私もこれ僕は今東京へ来て何をしてるんだろうというようなことをですね、改めて感じたことがございますね。
でもやっぱりあの、もう御心のままにとにかく信じて信じて信じて、そしてあのお祈りしてお祈りして、そして聖霊の確信と、それからあの臨在をもう、願ってですね、そしてあの務めさせていただいてきました。おかげさまでですね、あの不思議なんですけど、凍結してあったですね預金の中に、これも全部東京しかないんで、あのもううちのかみさんも全部水戸しかないから全部切ってきたんです。それでそうしたらですね、私のプライベートのあれに、あの私が弟子に貸してたですねお金がですね戻ってきたんですよ。ええ、まあまあわずかでしたけど、俺がびっくりしましてね。よかったですね。まあそんなこともあってですね、真面目になる、まあはい、でこれはあのまあちょっとあれだったんですけど、先生にご相談しながらと思っていたんですけど、あのちょっとあの花巻 の、 あの教会の方のことが非常にあの毎日いろんな形であの吉子先生が頑張っていらっしゃるあれをあのあれしてきたもんですから、あのそれであのお祈りしてですね、聞いてみたら、あの帰ったらちゃんと答えが出るから、だからあのそのままね、あの帰ってあのお祈りしようと、というふうに言われて、でまあ結論は出ましたので、まあ、今日吉子先生に見えたら、ちょっとあのお話したいなということは考えております。その一つがですね、あの21世紀であの英会話教室へ、で僕はちょっと入ってですね、あのまああのあまりにもあの束縛される時間がですね非常に多かったんで、これはちょっとできないなと思ってですね、で志半ばにしてちょっとやめてしまったんで、そしたら今完璧にもうやっぱり聞いたら、あのその英会話教室やってないと、でもうそれも含めて、そんなこともあって、またあの後ほどあの先生にご相談をしたいなと思っておりますので、まあ、そんなことで一番最後の、今日のあの QT のデボーションですけれども、ヘブル人の手紙の、一章一節から十四節までがあの今日のあの QT の場所になっております。これはあのもうパウロはとにかくあのテトスに対して、でもピレモン の、 あの人たちに対して、ピレモンに対してのですね、それからこれあのピレモンの時はあの、いわゆる奴隷をあの解放して、その奴隷をですね許してくださいというので、そういうその許してあげてくださいという、そういうお手紙をですねパウロが書いてるんですね。だから本当にもうパウロっていうのは生涯を通して本当にあのあれだけあの自然人として、でユダヤ人を迫害し、それであの神様の御心にかなわないようなことをさあのしていた人がですね、もう突然に目覚めて、そしてその伝道者になり、そして使徒になって、まあ使徒の一員ではありませんでしたけども、まあ、あのとにかくいわゆる使徒の役目をですね、あので3回も伝道旅行、この他にあの彼の歩いている足跡をずっとたどってみると、これはもうなんか素晴らしい神様の導きじゃなきゃこんなことはできないなと思うぐらい、あのすごい旅行をしている。特にあの、イスラエルからですね、捕獲されてローマに行く、あのその、もう難破するぐらいのですね、あの船旅、あれは本当にもう考えたら、もう我々があの当時に生きてて、もしその船に乗っていたらですね、おそらくあのガリラヤ湖であの弟子たちがあのびっくりして、あのイエス様がその時に眠ってらっしゃったというようなですね、そんなあれを、まあ、できるだろうかということを考えたら、もうちょっとあの
ゾッとしました。まあ、そんなことで、もうヘブル人の手紙まで、今日は到達してしまっております。で、このイエス・キリストの豊かさと、これは卓越性というものをもう本当にこの、お手紙は示していると。で、ユダヤ教に戻ろうとしていたヘブル人クリスチャンたちに、おそらく、いわゆる代理のクリスチャンたちをこう、キリストを信じる全ての信者たちへ、紀元70年ぐらいにエルサレム神殿が、破壊されるまでに書かれていたんだろうというふうに記述しています。そんなことで、私は言ってきたことの、まあ、簡単な報告ですけども、そんなことと、やはり聖書の神様というのは偉大であると、そして、私がもう本当に、天に召されるまでをやることはもう決まったというようなことを確信してまいりましたっていう、そんなことで、まあ、この解説にはならないかもしれませんが、実際に何か、このところは天使とイエス様が全く異なる存在だったことをずっと体感って思うと思うんですけど、やっぱりそういうことで何かこの問題がその時生じていたのかなって、見つかり拝むとかね、そういうふうな、はい、ことがあったのかなというふうに思わされました。で、3節の神御子は神の本質の完全な現れで、完全にイエス父なる神様を表している存在として、とか御子なるイエス様がいらっしゃるということをしっかりと胸に刻んでいきたいです。先生、はい、ありがとうございます。まさに今まとめてくださって、やはり御使いに勝るイエス様、モーセに勝るイエス様、成就したイエス様ということで、ユダヤ人の今カノが言ったように、ユダヤクリスチャンになったんだけど、やっぱりユダヤ教のその方が絢爛な形で、外見のそれも儀式もやっぱり親しくなったっていうか、帰りたくなったっていうか、そういうところがあったんでしょうかね、ヘブル人がね。それに対してこう書いてる、まあマルが書いたのか何が書いたのか、はっきりは分からないと言われていますけれども、ね、まあ、本当に大変な書ですよね。そういうことで、キリストの技、ただ一度のこの技が、はい、いかに素晴らしいもの、完全なものであるか、はい、ということですね。これ、先生、不思議なんですけども、この QT の学びを本当に、もう先生から QT やれというふうにおっしゃって、教えを受けて、で、やりだしてからですね、ヨーロッパへ私がモンクリスチャンだった時に学生を引率してですね、それで教会、本当にこう、荘厳さと、もうなんていうんですかね、偉大さ、これにはびっくりして、そして、すごいなってこう、この、しっかり建築というのか、ものすごい建築をされたんだなと。で、だからその当時のクリスチャンというのはすごいその、まあ、権力と財力があったんだなというふうにですね、その思えて、それが一つ一つですね、思い出されてくるんですよ、ね、これをこう、QT をやってた、それが不思議だなっていうことをですね、本当にもう感じざるを得ないという、そういうことをですね、まあ、ですからこれはもうおそらく21世紀の人たちには 4,5 人僕は別のところでお会いして、教会には行きませんでしたというのはもう、まあ、先生も許しをいただいたんですから、そのね、まあ、行かなくても、まあ、いいみたいなね、その、いわゆる他の目的が違いますので、で高井郎君にもですね、連絡しませんでした。それがある意味で正解だったのかなというふうにですね、
ちょっと感じております。そんな何人ぐらいに明かしたんですか。ですね、21世紀に行かなくなった人、うん、そういう人たちがですね電話をしたのが、20人ぐらい。20人はい。それからそれから行ってない人、で会えるって言って会ったのは、4、5人です、うん、でまとまって3人とか2人とかっていう風になって、で時間も見上がらなくて、うん、もう2時間しかない、うん、1時間しかない、うん、って言ってあの、近所の、まあ、シカゴとこういう状態ですから、うん、あのできるだけ近くまで来てもらってですね、新宿にあの宿を取ったんです。おはようございます。おはようさんです。あの、まあ、それであの、お会いしてですね、教会に戻りなさいと、あのね、行かなきゃダメだよって、うん、じゃああれじゃない、変な話だけどあんたやってるのね、なんちゃってクリスチャンって言われてもしょうがないよって、うん、まあそういう人たちに対してもですね、だからいやいやもう先生に会うとね、そうやって言われると思ったってみんな、皆さんがみんなそうやって言ってくれる。で、まあ、あるあのあ、まあ、ちょっとあしたいろんなあの生活用品のいろんなことをやってる会社のアベチャンスって、で台湾に一緒に行ったあの 社長なんですけども、俺なんかあの、台湾のですねあの研修を受けてる E1、E3 ぐらいあの時にみんなでですねあの終わってから、おはようございます。おはようございます。飲みに行ったんですよ、若い人たちに、うん、飲みに行って、それでヘロヘロな感じ、それで寒くて大変だったでしょ。今日寒かったね。もう変わったんですよ。でも歩くと気持ちいい。まあね、この寒さの中ね、うん、ピリッとしてさすがピリッとして気持ちいい。先生は言うの分かるけど、ここで一言言っておかないと、まあ、もう不平を言わないだからね。初めてだから酒は飲んでみるワインもね、ケースは飲んでみる、エースは飲んでみたもん。酒法は持ってます。酔っ払うまでは持ってるんだよ。私持ってたから。あ、なんかですか。あ、ないですもんね。大丈夫だよ先生。何か今日は本当に先生の寒いいつも夢に朝までから教えたんだけど、コールセンターのとこから 10時2分だよって、帰りはそこから11時、12時10分に、帰り趣味だったらって言って、歩くのがいいって言って、雪ないからね、まあね、歩くんだとは思った。今日はランチを食べたの、当番の。